シルビー・ギエムとラッセル・マリファンとシルビー・ギエムはフランス・パリ生まれのバレエダンサー。なお、カタルーニャ系の姓のフランス語での発音はシルビー・ギルムでギレムに近い。幼少の頃より体操を本格的に習い、12歳の時オリンピック国内予選を突破する。当時のパリオペラザ、バレエ学校校長のクロード・ベッシーにスカウトされ、1976年にパリオペラザ、 バレエ学校に入学する。1981年にパリオペラザバレエ団に入団する。強靭な肉体と表現されることも多く、柔軟な体、弓のようなアーチを描く、足の甲や200度は開いていそうな開脚、ジャンプが特徴である。クロード・ベッシーは彼女の足の型を取り、ブロンズ像を作らせたほどだった。1983年、バルナ国際バレエコンクールにて、 金賞、特別賞、優秀賞の三冠を手にする。1984年、カルポー賞受賞、プルミエールダンスーズに昇進。1984年12月29日、初主演の白鳥の湖終演直後に、19歳にして、当時の芸術監督、ルドルフ・ヌレーフより最高位であるエトワールに直々に任命される。エムは多忙極め。 固定のスタジオに、彼女が残り、振付師と周りのダンサーだけが入れ替わり立ち替わり、出入りしてついたちが過ぎるような状態が続く。1985年、ヌレーフと初来日し、白鳥の湖に客演。外部からのオファーがあっても受けることの許されない、契約と束縛に不満が募り、1988年、パリオペラザバレー団を電撃退団。フランスでは、 国家的損失とまで言われた。同年イギリスに移り、ロイヤルバレエ団のゲストプリンシパルとして活躍。フリーとして頻繁に日本にも訪れるようになる。2001年ブロークンホールでオリビエ賞受賞。パリオペラ座時代より積極的にコンテンポラリーダンスに取り組む。白鳥の湖のオデット、オディール、ドンキホーテの一人。 グランパクラシックなどのクラシックバレー全般は元より、モーリス・ベチャールの、ボーレロ、シシー、ウィリアム・フォーサイスの、イン・ザ・ミドル、サムワット・エレベーテッドなど多くの代表作を持つ。振り付けも手掛け、1998年に、フィンランド国立バレー団のために、独自の解釈と演出によって、ジゼルを振り付け、好評を得た。フィンランド国立バレー団は、2001年1月に、 行われたパリ公演でこの作品を上演して成功を収めた。2015年、ローレンス・オリビエ賞特別賞受賞。同年、高松の宮殿下記念世界文化賞受賞。また、同年末をもって引退を表明。世界各地のファイナルツアーの締めくくりとして12月に日本でさよなら公演を行い、12月31日にはラストステージとして、 東京ジルベスターコンサート2015から2016に特別出演。大晦日の年越しカウントダウンで最後のボレロを舞い、テレビ東京系で生中継された。フランスを離れた直後は歯に衣着せぬもの,の言い方が目立ち、インタビューなどの取材や写真撮影を嫌い、20代の間は出版物や情報が他のバレエダンサーに比べて格段に少なかった。そのため、 マドモアゼルノンというあだ名がついた。家族や兄弟について話すことも稀だが、スペイン人とのハーフだということはインタビューで答えている。無駄で不自然なジェスチャーやわざとらしい演技を排除し、演技法について当時ロイヤルバレエ団の主席振付屋であったケネス・マクミランと衝突があった。角に飾られた衣装を嫌い、遺跡当時のロイヤルバレエ団のダンサーたちより肌を露出した衣装で踊り、 反感を買うこともあった。イギリスのバレエファンからは、足を耳に触れるほど上げてそのままピタリと止める、6時のポーズと呼ばれる、人間離れした踊り方から正確に及ぶまで、賛否両論があったが、近年は、彼女の実力については誰もが認めるところである。来日回数は数十回に及び、日本文化に関心を寄せる。自作の陶芸作品を、 自身の写真集にも載せている。2011年の東日本大震災の際には4月6日にパリのシャンゼリゼ劇場でチャリティ公演ホープジャパンを開催した。また11月には来日し、福島県いわき市のいわき芸術文化交流館アリオスにて震災支援特別公演を開催した。南フランスに別荘圏スタジオを持つ。ありがとうございます。